こそ恋せ特別編クイズ。おお、あげた。それ別の人です。はい、ということで始まりました恋せ YouTube よ。司会を務めさせていただきます MC ゆきです。よろしくお願いします。そして同じく恋せ MC の工藤大輝です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。工藤さんお願いします。そしてシーズン MC のモーリーです。モーリーさん。モーリー。シーズン MC のシュートです。お願いします。よ。はい、ということで今回はモーリー&シュートようこそ恋せ特別編クイズ。おはようございます。まあね、クイズ、はい、今日はですね、新たにシーズン MC として迎えました森兄弟にこれまでの恋捨てのお勉強も兼ねてクイズを出題します。はい、まあ、森兄弟は恋捨て見てましたもんね。本当にでもちょこっとしか。工藤さんはね、もう大ベテランなんで、あの模範回としていただく役になっております。今回は最近はやばいですよ。俺あ、そうね、人数が本当に一クラス終わったくらいからね、怪しくなってきちゃってね。昔はね、覚えてましたけど、もう最近はもうマジでわかる。いや、めっちゃわかる。1個前のシーズンの子たちの名前言えなくないですか。言えない。マジやばい。言えない。なんだったら初期の方が言える。もしかしたら俺、下手して2人に負ける可能性あるから。あら、確かに。では早速クイズに参りましょう。第1問、デデン。恋して2021春東京より告白前夜に春雪がメイに言った決め台詞とは。シンキングタイム、スタート。覚えたわけねえだろ。その名台詞はちょっとあるスポーツに関わってます。不利な状況をこう打開するためというか、で、まあね、このスポーツのカキーンなんてね、告白シーンじゃない、告白シーンじゃなくて、なんて言うんだろうな、告白前夜にの気持ちみたいな。気持ち、俺はこうやってやるぜみたいな。あ、俺はもうちょっとこういっちゃうぜみたいな。まあもうこれでいくっす。工藤さん OK。 終わってます。おお、さすが、さすが模範解答。モーリー兄弟なんてもう今回の印象が強いからさ、結構厳しいかもね。難しいの。クッキーですね。聞こえてたね、ちゃんと。これしかないな。じゃあシュートがこれもし正解だったとしたら、俺多分大喜利で俺落ちやんなきゃいけないから、変えなきゃいけないんだよ。クイズですから。じゃあ普通にやる。では解答はですね、実際にカメラに向かって決め台詞お願いします。さあ、モーリーお願いします。俺、春ゆき。めくってください。俺、あれ、あれ。自己紹介やん。俺初日じゃん、初日。俺って感じでしたっけ。初日じゃねえ。俺って字違くない。うん、俺の感じ。俺って感じちょっと間違えてない。生み出してない感じ。右トンみたいになってるよ。え、どうやって、俺って出てるんだっけ。あと、なんなのそいつ。俺、春ゆき。俺、春ゆき。もう分かんなかったです。春ゆきが、誰かも分かんなかった。想像上の春ゆきは、俺、春ゆきって言ったんだけど。はい、なるほど、いいじゃないですか。でも、ね、面白かったね、俺はルーク。じゃあ行きますか、シュート。はい、はい、決め台詞お願いします。俺は逆転ホームラン決めるから。おお、でん、どうでしょうか。おお、なんでその回答に。いや、まだカッキーンってことでバレちゃってね。で、さっきのヒントで劣勢っていう。あー、なるほど。逆転っていうことで。あー、なるほどね。どうでしょうか。ちょっとしくったかもな、ヒント。じゃあ最後、工藤さん決めてください。正解の方をお願いします。してるであろうと思ってます、こっちは。いや、逆転ホームラン打つわ、そういう感じだったと思うんですけどね。めくってください。あ、なるほど。逆転ホームラン打つわ。あ、さあ、この中に正解はあるのでしょうか。では正解見てみましょう。 VTR どうぞ。いや、もう3週間終わるな。終わりますね。え、なんで敬語な。終わりますね。なんで敬語な。ね、いや、そっか。どうやった今日のさ、うん、俺の後のエリアどうやった。エリア、うん、え、なんか今、うん、なんかさっきさ、一人にちょっと絞りてきたかもって言ったやん。そうね。うん、どうやろう。もし、まあエリアの方行ってるなら明日で、まあ今日と明日で、うん、さよならホームラン打とうから。さよなら、さよならホームラン打とうからということで、正解者なし。さよならホームランね。でも惜しかったよね、逆転ホームランね。そうですね。一言一句間違えちゃいけない。工藤さんはね、全然違います。ね、残念。惜しかったね、やっぱりね。俺晴れ雪では全然なかった。俺晴れ雪なわけないじゃん、絶対。この顔ででも言ってもいいよね、俺晴れ雪。まあまあ、まあ、言ってそうな感じはありますよ。確かに。俺晴れ雪。俺シリーズおもろいね。では次のクイズ、はい、参りましょう。工藤さんもあとはないですよ。無理だよ。さあ、第2問いきましょう。こちら、恋して2020春より
この日誕生日を迎えた山毛にルアがプレゼントしたものは何でしょう。なんか変なものだったと思う。すごいですよ、2020から付き合ってるんですもんね、春から。2020見てた？春は見てないよね。もうじゃあデスポニックしかないね。ヒントとしては買って渡すっていうよりはなんかちょっと ひと手間加えてるよね。すごい筆が走ってるすごい筆走らせてる、うん、そのものはもう落としたら割れます。あれ工藤さん書けましたか？うん、多分なんかすごいなんかどういう表情なんだ。変なものを渡してたら覚えてて。だって何なんだよ。なんつうの、なんかいわゆるそのネックレスとかじゃなくて、そうそうだね。なんかそれなんだ、俺らもなんかそれみたいな感じだったと思うんですよ。そういいですね、いいですよ、いいですよ。なんかかぶり物みたいなそういう方向、なんか変なそういう変わったやつだったと思うんだよな。いや、かぶり物どうすかね。別にかぶり物落としてもあれじゃないですか。そうだ。じゃあもうわからないな。わかんない。ダメだ、目描いちゃってる。森もオッケーかな？はい。オッケー。よし、じゃあ行きましょう。さあではまだ森兄弟から答えてもらいましょう。さあ森、いけるかい？はい。お、まだ書き足りない。凝ってますね。何を書いてる？大丈夫ね、凝ってるね、すごくね。変なものですね。お、変なもの。工藤さんが言ってた変なものっていうヒントを頼りに書いたということですね。では答え、こちらのカメラに向かって回答お願いします。プレゼント、はい、ボックス渡されたと思ってあげたら、もう盆栽が入ってた。あの、そのバラとかじゃなくて箱に入った盆栽。盆栽が入ったんだ。カメラ見て言ってくれる。うわ、めちゃくちゃ時間かかってんなと思ったらめちゃくちゃ書いてんじゃん。その盆栽すげえな。そのまま育てちょっと絵うめえな、ほんでそのまま育てられるっていう。なるほどね。箱に入った盆栽をもらった盆栽、これもうでかい木じゃん。はい、めっちゃ変な。箱に入った盆栽。さあ、続いてシュートいきましょう。カメラに向かってお願いします。僕はちょっと何のひねりもないんですけど、いえいえ、手作りのお皿。おお、ほう、なんか割れるって言ってたんで、結構ひと手間加えてるみたいな。なんか作ってなんかあげてんのかなと思って。あんただけだよ、多分唯一ヒント聞いてくれてたの。いや、聞いてましたよ。後のやつら聞いてた。あんた聞いて聞かずに書いてたじゃん、もう。いやいやいや、作ってんな、作ってたやつかなって思って。どうじゃ、変なものって言ってた工藤さん、はい、最後ね、はい、模範解答ね、ちゃんと正解お願いします。工藤さん、カメラ向かって、はい、ですけど、はい、バラ100本ライト付き。ああ、はい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 、それ別の人です別の人ですね、マジすんのやめてくれる？さあでは正解、こちらも VTR ありますのでどうぞ。何をあげるんだろう。何、まだあるの？もういいってマジで、本当になんか申し訳ないんやけど。そうだ、めちゃくちゃ祝ってたんだよ、なんか何個か。うららしいの。服の時点で俺違うわ、箱じゃないもん。開けていいですか？開けていいですか？うわっさらしいの。いや、みんないただいちゃってもう無理。何が出るかな。まだ見てない、まだ見てない。何やろ。いや、らしいわ。え、あのクラウドハウス、やばい、これはマジで。え、今渡すの？えぐい。マジで誕生日プレゼント、いただいちゃっていいんですか、その大事な。えぐい。そう、うち書いてあるのか。え、書いてあるよ。書いてあるよ。あ、サルか。動物が、動物が4ついるの。自分で書いてね。マジで、ルア全開。マジで、本当に。ありがとう。答えは動物が描かれたお皿でした。もう正解しゅということは俺、OK ですか？正解。これはもう見てもないし分かんないのによくここまで来たのよ。すごいよ、あんた名探偵だよ。すごいよ、すごいよ。ここまで近づく、あのヒントですごい、ね、コップでも良かったわけじゃないですか。だってコップと迷ったんですよ。でしょ、普通コップの方がプレゼントにふさわしいから。でもちょっと変って言ったんで、お皿あげないだろうと思って。全員のヒントもすごいじゃん。コップってやっぱありきたりじゃないですか、コップって。確かにね。でもお皿って使う、なんか、まあ、まあ使うところあるかなっていう。うわ、すごいね。でもちょっと、まあ、素晴らしい。そっちかなと思って。モーリー惜しかったね。惜しくないでしょ、これ。お皿とかリングとかそうかなと思ったけど、変って私に、あ、箱に入った盆栽だった。だいぶ変だよね、確かに。こっちの方が。工藤さん、残念。
俺だからノア大衆だったら正解ですから。俺ノア大衆の問題だと思ってたんで。なるほどね。間違えた。さあということで次が最後のクイズです。はい、はい、ここまでですね、シュートが一問正解でやったダントツ1位。よし。そう、このまま駆け抜けるか。はい、さあ第3問いきます。第3問。恋捨て2021春東京より大衆がノアに告白したい 100% の愛という意味を込めて〇〇〇と言いました。何と言ったでしょう。俺バラのイメージしかないんだよな。これゆびさんもやった方がいいんじゃないですか。渡すも、はい、え、ちょっと待って、え、俺ばっかりだぞ。ノアと大衆だよね。 100% の愛を込めて、愛を込めて〇〇〇って3文字大衆が言いそうだな。 100% の愛を込めて、分かんないよね。俺分かった。めっちゃありきたりなことしか浮かばないよね。ありきたりな言葉ですか。ありきたらない。ありきたらない。あ、これ分かったかも、答え。マジ。え、うん、ではもう時間なのですいません、モーリー兄弟から回答お願いします。モーリーお願い。はい、100% の愛を込めて、うん、50% の泥混ぜます。そこに 30% のパン粉をこねまして 80% 水を加えました。今合計 250% です。なんでですか。なんでですか。あと字消えだね。じゃあシュートお願い、よろしく。いやもうこれ無難に幸せにします。ああ、 100% の愛を込めて、もう幸せにします。これしか浮かばない。いやー、わかるよ。それ普通だもん。そうですよね、うん、それだとしたら普通にそれ言いたいんですよ。私先じゃあいきますね。じゃあ、いやもう健康が資本というか、やっぱり、ね、ああ、そう、健康じゃないと告白もできない。 100% の愛を込めて元気に生きていきます、ね、頑張るぞっていう。まずね、自分が健康であったから広告です。そう、そういうことです。でも本当の答え実はもう一個あって、でも工藤さんの後にしようかな。じゃあ俺だからさっき工藤さん答えお願いします。だから俺、はい、バラを100本お渡ししますかなと思った。 100% の愛を込めてにバラを100本渡しますか。ああ、なるほど。うん、もう大衆のイメージはバラしかないのよ。なるほどね。 120% アイスみたいな、もしくは100万ドルの笑顔かなんか分からんけど、100ヶ月だ、100系の数字じゃなかったかなと思ってます。じゃあいきますか、答え VTR で見ていきましょう。 VTR どうぞ。初めてがのあちゃんでよかったです。頼む。昨日なんか可愛いとかあんまり言わんかったのは、今日のために撮っておきたかったから言わんかった。なんか2回目になるけど改めて言わせてください。俺の彼女になってください。そして来年の記念日には 100% の愛という意味を込めて100本のバラをプレゼントします。おおい、さあということで正解は100本のバラをプレゼントしますなので、ほぼ正解でしょ。工藤さん、うん、正解です。さあ本当はね、渡しますじゃないですけど、俺なんかもうバラしか答えてないここに書いたもん。そうだね、確かにたまたま被っちゃったけども。今集計結果が出て、モーリーは3問ともダメ、シュートが2問目を正解して、工藤さんが3問目正解ということで、シュートとあの工藤さん同点、同点優勝でいいですか。これは同点優勝です。さあ同率で森兄弟どうだった。難しかったでしょ。難しいですね。知ってる問題じゃなかったね一切。こんな知っててもむずいわ。知ってても難かったね。確かにそれはわかる。無理だよ本当に。めちゃくちゃ大喜利大会一人でやってたね森は。うん、ね、面白かったですね。二人はその過去に見てるから、要は記憶力の問題じゃないですか。そう、僕ら知らないんで、もうここは僕多分大喜利やるしかないな。さすが、シュートはちゃんとヒントを頼りに、ちゃんと当てちゃいました、ね、答えを導くって素晴らしい。工藤さんいかがでしたか。全然なんかね、3問とも正解すると思ったのに、なんか肩透かしというか、もうなんか全部無理。逆に無理だよね。昔の問題で答えられそう、ね、セリフとか無理よ、うん、やっぱりそうだね、難しかったね。行動とかだったら分かるかもね。今回来ていただいた森兄弟にもシーズン MC として出演していただいている恋する週末ホームステイ in the リゾート、毎週火曜夜10時より放送しているので、ぜひ見てください。では最後に YouTube といえば、あの決めセリフ、森兄弟お願いします。この動画を見ていただきありがとうございます。この動画がいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。通知をオンにして最新の動画をチェックしてください。それではまた次回の動画で、バイバーイ。バイバーイ。これは
れはどういうことなんですか、これ何ができるんですか。 100% のまず愛込めます、そこに 50% 泥を混ぜまして、でそこに 30% のパン粉をこねて、そこに 80% の水加えるんですよ。そして残り今 260% でそのまんまです。なるほど、めちゃくちゃ素晴らしい答えだな、数学のテストみたいな。